農前かずら、山本周五郎、一。鷹之助が初めて久江と外で会ったのは、十七歳の年の春のことであった。いとこにあたる五十嵐の富が来て、久江のことづけを述べ、天神山の女坂の登り口で待つことになった。 どうしてそんな困ったようなお顔なさいますのとその時富は言った。あなたはもうお十七で元服もお済ましになったし、茶ャは幼馴染でよくご存知だし、別に変な意味があるわけじゃなく、ただ久しくお目にかからないから一度お会いしたいっていうだけですもの。それともお母様に叱られるのが怖いんですか 鷹之助は会いに行くことを承諾した。「富の父鷹之助の母の弟は五十嵐内樹という五百石の番頭で富はその三女であった年はその時15歳背丈は五尺そこそこ色が黒く縮れっけで器量はあまり良くないが明るいおきゃんな性質なので」。 周囲の者みんなに好かれていた。私大きくなったら、高さまのお嫁さんになるのよ。ごく小さい頃よくそう言った。珍しいことではない、女の子によくある例だが、そのうちに自分ではなく、友達をそれに選ぶようになった。誰それさん、大きくなったら高さまのお嫁さんになんなさい。また、 気に入った友達が居合わせた時には、誰それは誰それの次に高様のお嫁さんになるのだ、などと順番を決めたりした。歳が行くに従って、そんなことは言わなくなったが、久江に頼まれて二人を合わせる役を買って出たところなど、その自分の癖が出たのかもしれなかった。高之助は定めの場所へ行って待った。 被災は、約束の時刻より遅れて、下女も連れずに一人できた。明るい色の花模様の着物で、白地に墨絵の帯を締め、古代切れで作った扇袋と、畳んだ日傘を抱えていた。被災は鷹之助と同じぐらい背丈がある。腰が高くスラッとして、姉妹の師匠の関世太夫が、 秘蔵弟子にしているという噂を証明するかのようにいかにも形よく涼しげに見える。顔は少し角ばった面長でぼーとかすむような眉毛や細くて小さな目ややや大きな両端の切れ上がった唇などにかなり特殊な魅力があった。すましていると全体がきつい感じで時によると全く冷淡にさえ見える。 あたしは男顔なのよ。幼い頃自分でよくそう言っていたが、済ましていると確かに男顔であった。それが何か気を良くするとか、嬉しいことでもあって微笑すると、人間が違ったかと思うほど優しく愛らしい顔になる。あの子の笑い顔は奮いつきたいように可愛いね。 鷹之助の母のそ女もそういうくらいであった。細い小さな目が糸のようになり、やや大きな唇の両端が一層切れ上がって、溶けるような甘い表情になるのであった。今、久江は済ました顔で、裾さばき軽やかに近づいてきた。鷹之助は眩しいような気持ちになって、目のやり場に困った。 しばらくでございました。と被災は軽く目礼しながら言った。風邪をひいて喉を痛めてでもいるようなかなりしゃがれた声である。それは生まれつきのもので、高之助は昔からその声が好きであった。どうしていらっしゃいまして被災が言った。小さい目が言葉以上のものを問いかけるようであった。 いや、別に。鷹之助は唇で笑った。なんという間の抜けた返事だ。そう思ったが、他にどういうすべも知らず、やはり目のやり場に困った。久枝はそれを大人びた目つきで見ていた。年は富と同じであるが、見ごなしも言葉つきもおっとりと落ち着いていて、 富よりはるかに大人びて見えた。鷹之助は何か言わなければならないと思い、目を上げると、自分を眺めている久江の目にぶつかった。今日は暑いねえ。と鷹之助は言った。少し暑いように思うけれど、暑いというほどでもないかしらんね。久江はそれを聞き流して、 ひどく霧工場に行った「あたしこんな風にしてお目にかかるの嫌ですわ」鷹之助はびっくりした自分の問いかけを無視した上にそっちから呼び出しておいていきなり避難するというのは心外であったそれはどういう意味なんだ別にどんな意味でもありませんわただ こんなところでこんな風にお会いするのが嫌なんです。高さまだって、ご上代画廊の若さまのご身分に関わるでしょだって、と高之助はと思った。だってここで会おうと言ったのは、あなたの方じゃないのかあなたが富にそうことづけてよこしたんだと思うがね。ああ、わかりました。高さまはそういうことをおっしゃりたいんですのね。 被災は食いと脇へ向いた。違ったら謝るよ。と高之助は急いで言った。私は富がそういったものだから、その通りだと思ったんだ。あれがまさか嘘を言うとは思わなかったものだからね。富さんに罪はありませんわ。あの方、嘘なんか言う方じゃございません。まるで平手打ちでもくれるような調子だった。 鷹之助は唾を飲みながら被災を見た。すると、と彼はまたと思った。すると、富の言ったことがもし本当だとすると、どうして私が悪いのか私には判断がつかないがね。ええ、いいんです。悪いのは私ですわ。そう言って、もっと脇へ向きながら被災は指で目を押さえた。鷹之助は孫ついた。 被さえは泣くようである。まさかと思ったが、ほとんど後ろ向きになり、指で目を押さえながら、柔らかに首を振る様子が、今にも泣き出すように見えた。謝るよ、と高之助は言った。きっと何かの行き違いだったんだね。私が気が利かなかったんだ、勘認しておくれ。もう、決してこんなことはしないよ。そしてもう、 あってもくださいませんのね。鷹之助は口をつぐんだ。何か言うたびに、ピタリと口が塞がれるような形で、さすがに彼はムッとした。二。彼がムッとしたのに気づいたかどうか、被災は後ろ向きのまま続けていった。どうしてここへ来ていただいたか、その訳もご存じないでしょ。 あなたはそれを考えてくださろうともなさらない。そして天気のことなんかおっしゃるんですもの、ひどいと思いますわ。彼女は両手で顔を覆った。それで抱えていた扇袋と日傘とが落ちた。昔は高さまはもっとお優しかったのに。もう被災のことなんかお嫌いにおなりなのでしょ。わかりました。もう会ってくださいなんて申し上げませんわ。 そして、身を翻すといったふうに、素早い動作で小走りに去っていった。鷹之助は、扇袋と日傘を拾い、後を追おうとしたが、道の向こうに、通行人の影が見えたので、思い止まって、走り去ってゆく被災の後ろ姿を呆然と見送った。扇袋と日傘には困った。よほどそこへ置いてゆこうかと思ったが、そうする決心もつかず。 ずいぶん恥ずかしい思いをしながら家へ持って帰った。鷹之助は腹を立てた。一体何のために呼び出したんだと彼は自分の居つでやいた。どうしてあんなに意地の悪いことや憎らしいことばかり言うんだろう。私は何もしやしないのに。それから下打ちをした。もちろんさ、誰が二度と会ってやるものか。彼が に初めて会っったた。ののは7歳の時であ鷹之助の家は代々千八百石の上代画廊であるが昔から金剣な滝口殿というあだ名があるように大層つましい家風で父の新右衛門はまた典型的な滝口家の血筋と見えた母は五百石の番頭の家に育ったのにどちらかというと のんきで応用で、過剰左半のこまごました点など、むしろ投げやりなように見えることが多かった。新右衛門は温厚な性質だから、大抵小言を言うことはない。黙って渋い顔をするくらいだし、母のそ女もすぐにあっさりと謝る方なので、言い,い争いなどすることは決してなかった。面白いのはあっさり謝る後から。 その女はすぐにまた同じことをするのである。もちろん大して後悔はしない。あら、困ったわね。この間お小言をいただいたばかりなのに、またこんなことをしてしまったわ。どうしましょう。などという程度で済ましてしまうのであった。被災の家は津の国屋といい、この城下町で一番大きい五福太物商であり、 先代の映像から名字台頭を許されて、藩の金御用を務めていた。無論、滝口家へも常に出入りしていたが、礼の金畿な家柄のことで、従来は衣服のようなどごくたまにしかなかった。その女が貸してきてからもしばらくはその習慣が守られていたが、鷹之助が生まれた後間もなく、 何かのようで一度角国屋へ行ったのがきっかけになりそれからその女の方からしばしば出かけて行って好みの衣類などあつらえるようになったそして鷹之助は7歳の時母に連れられて角国屋へ行ったのである母が奥座敷で品物を選んでいる間鷹之助は久江と2人で庭へ出て遊んだが 被災のすることがあまり変わっているので、すっかりびっくりしてしまった。鷹之助は一人っ子であった。その上親族には女の子が多く、遊び相手は大抵女の子であった。それには将来の縁談という微妙な含みが多分にあったらしい。五十嵐の富はその中でも首相閣であったが、しかし被災は、 彼女たちとは随分違っていた。武家と昇華という育ちの差もあったろうが、もっと本質的な点で、どの女の子にも似ていなかった。初めて会った時、被災は彼を庭中引き回しながら、独特のしゃがれ声で、いろいろなことを教えたり、話して聞かせたり、木に登ったり、そしてしまいには溺れそうになったりした。 その庭は、上代画廊である滝口家のそれよりも広く、松林のある丘や、深い杉の森や、色とりどりの恋のいる大きな池や、いつもきれいに刈り込んである平らな芝生などがあった。久枝は勝手な方へ鷹之助を連れて行って、若玉声なんだが知らないちょ、などと言う。知っていると機嫌が悪い。 知らないと花をうごめかして教えるのだが、舌がよく回らない上に、独断や覚え違いがあるので、何が何やらわからないことの方が多い。この花、茶えたいちき。こう言って、きれいな花の下に立った。何かの枯れた木に絡まっている、つる性の植物で、赤に黄色を混ぜたような花がいっぱい咲いていた。 色も先ぶりも華やかなのだが、華やかなくせに、どこかしんとした、儚く、わびしげな感じのする花であった。老禅家事屋。被災は、その花の名を、こう教えた。若たま言ってあんちゃうよ。ね。老ン家事ヤ言えるでちょやむなく、鷹之助が復唱したら笑った。 ダメねそうじゃないのよ。老ンカジアよ。もう一度言ったんちゃい。老ンカジア。そうじゃないのよ。老ンカジアよ。若玉下が回らないのね。後でわかったのだが、その花は脳ンカズラであった。それからサルスベリに登ってみせたりしたのち、恋に、 ゲートを押させると言って、池のところへ連れて行った。池に向かって手を叩きながら、ブーチブチブチとしきりに呼んだ。犬か猫を呼ぶようであったが、たちまち恋どもが退去して集まった。その中にひときわ大きい赤と白のまだらの鯉がいて、被災の話によると、それは犬のように陣ん,んやお預けをするそうであった。ね 見てやっちゃいと被災は池の端にかがんで水の上へ右手を伸ばし小さな触手を動かしながらしきりにそのまだらごいを誘惑した。けれどもまだらごいは何もしなかった。バチャバチャと水を跳ね返し口をパクパクさせ仲間と悪ふざけをしていたがまもなく向こうへ行ってしまった。鷹之助は同情して 餌がないからだろうと慰めた。被災は憤然と起こり、落ち起きしてやるから、と言って、着物の裾をまくり上げ、裸足になって池の中へ入っていった。危ないからおよし、と言っても聞かなかった。ずんずん先の方へ入って行き、深くなるともっと着物を託し上げ、かわいい真っ白なお腹を丸出しにして、まだらごいを追い回したが、 そのうち急に深くなっているところがあったと見え、ずぶっと頭まで潜ってしまった。鷹之助は夢中で助けに行った。反射的に飛び込んで行ったが、来たままで袴を履いていたし、腰には小さな刀を刺していたので、一度浮き上がった被災を捕まえることは捕まえたが、わっといってかじりつかれた途端、二人で抱き合ったまま深みへ沈んでしまった。 三。幸い庭男が見つけて、二人はすぐに助け上げられたのであるが、水を吐かされて、泣き出して、被災の最初に言ったことは、ブチがチンチンをしないのよ、というのであった。若玉にブチの芸当を見せてあげるの。ねえ、ブチ呼んでちょうだい。こう言って、いつまでも泣き続けるのであった。池へはまったことは、極秘にされた。 父の新右衛門は今でも知らないはずである。それからも幾度となく津の国屋へ行き、久江と遊んだ。不豪の家の一人娘でわがままいっぱいに育てられた上に、おんばで負け嫌いで、いつも鷹之助の方が圧倒された。そうだ、と鷹之助は今自分にうなずく。あの自分から俺をごつかせてばかりいた。 いつも自分の好きなように俺を引き回し少しでも気に入らないことがあるとすぐに怒って泣き出した。久恵はいつも姉さんぶっていた何かにつけて鷹之助の世話を焼くむやみに着物を着直させたり髪へ串を入れたり襟をきちんと合わせたりしたそして絶えず小言を言い優しくたしなめ教え諭すのである。 一人でお池のそばへいらしってはだめよ。危ないですからね。木登りはいけません。落ちて怪我をしますよ。自分では男の子のように乱暴なことをしながら、鷹之助にはそう命ずるのであった。彼が十三になった年、母親のそ女が亡くなったので、自然津の国へ行く機会も耐えてしまったが、久災の彼に対するやり方は、 姉妹までそんな風であった。その後ずっと直接には会わないが、五十嵐の富から時々噂は聞いていた。富と久江は姉妹の相手子で仲も良く互いに家の方へも訪ね合っているらしい。高様、津の国屋の久江さんをご存知なんですってね。去年の冬のことであるが、富はさも意外そうにこう聞いた。高之助は、 眩しいような目つきをし、ずっと前のことだ、と答えた。どうして隠していらっしゃったの隠しはしないよ。ただ、話す必要がなかっただけさ。富は疑わしげな目つきで言った。チャエはタカさんが好きらしいわよ。何を言ってるんだタカノスケは顔が赤くなるような気がして、わざと不機嫌にそっぽを向いた。 そうすると、富のおせっかいかもしれない。彼はこうつぶやいた。その時の疑わしげな富の表情から察すると、二人が互いに付き合っていると誤解し、それで合わせるような工作をしたとも考えられる。いや、しかしそうでもない。高之助はまた思い返した。富はおせっかいだが、あんなところで二人を合わせるなんて、 思い切ったことはできない。そんな乱暴なことは、被災ならできるが、富には決してできやしない。天神山で会ってから五六日の間、鷹之助は同じことを繰り返し考え続けた。もちろん、二度と会うまいという決心に変わりはなかった。扇袋と日傘は何度の中へ隠した。 その国やは武芸者だから返さなくとも困りはしないだろう富でも来たら持たせてやればいいと思ったが10日20日と経つうちにいつかすっかり忘れてしまった当時の藩主長門しさは学問と武芸に熱心な人で城中に名工館という学校と少子館という武芸道場のあるほか 城下町にも僧術と同胞の道場がありまた名教館の教官2人がそれぞれの家で私塾を開いていた鷹之助は名教館では優秀な生徒だったが武芸の方は興味がなく稽古しても上達する見込みがなかったそれが去年勧められて僧術を始めてみたら賞に合っていたのだろう面白くもあるし めめきめき腕を上げ一年ばかりのうちに中軸の上位を占めるようになった僧術の師範は中澤斎三郎といって法蔵院流から一派を編み出し江戸で長門神に見いだされた人であった年は四十七歳背の低い痩せた大層温厚な性分で稽古などにもめったに叱ることがなく 教えるというよりは自分で得得するまで導くというふうな教授ぶりであった毎年5月5日には常中で御前試合が行われるこれは先々代の藩主から高齢になったもので藩主が在国の時は江戸屋敷から選抜された者が参加するし出府中であれば国元から選抜された者が江戸へ行く つまり全家中をすぐる大会であったその年は長門神が江戸にいたので4月20日までに参加者を決めるため間もなくそれぞれの部門で選抜試合が始まった鷹之助は出ないつもりであった上代画廊の子というのがとかく気分を束縛するし父も望まなかったからであるが 師範の中沢才三郎は選抜試合だけに出たらどうかとしきりに進めた普段の稽古とはみんなの気組みが違うからやってみれば必ず得るところがあると思うとにかく試しに出てごらんなさいそういうので鷹之助もようやく出ることに決めた中沢道場の選抜試合は五番勝負で 出場者は35人。組み合わせの関係から終わるまで5日かかった。こういう試合になると番狂わせはないものであるが、不思議なことに、鷹之助と近田和馬の二人が中軸から勝ち残って、5日目に上位の者4人と決勝を争うことになった。近田は七十国の櫓番で、年は23歳。 一刀流の刀法では少子間の三瞬に数えられていたが、鷹之助とほぼ同じ時期に槍の方へ転校をしたという変わった経歴の持ち主で、背が高く、肉づきがよく、丸顔でいつもニコニコ笑っているような明るい気少の青年であった。その試合でも鷹之助は二者を抜いたが、 松川力という師範代と近田和馬と自分の三人が残った時彼はその勝負を棄権して退いた。午前試合に出るのは各班とも二人ずつだから鷹之助が棄権すればもう試合の必要はない。松川力と近田和馬が江戸へ行くことに決まった。 その日帰りに、近田和馬が追ってきて、ニコニコしながら話しかけた。今日はどうもありがとう。ありがとうとは、危険してくださったことですよ。鷹之助にはちょっと意味がわからなかった。私は、試合はどっちでもいいが、ぜひ、江戸へ行ってみたかったんです。 カズマはいかにも正直な口ぶりで言った。私どもにはこんな機会でもないと到底行けませんからね。おかげでようやく念願が叶いますよ。それはよかったですね。しかし私に礼をおっしゃることはないですよ。立ち会ってみたところで私に勝ち見はなかったんですから。どういたしまして、それは私の言うことです。 カズマはそう言いかけて、またニコッと笑った。だがまあ、よしましょう。そんなことを言うと、謙遜を売るようでおかしいですからね。しかし、もう一度礼を言わせてもらいます。譲ってくだすって、本当にありがとう。そして彼は、嬉しそうに別れていった。四、本気なのだろうか。 高之助はちょっと理解に苦しんだ。彼には自分が最後まで残ったことさえ思いがけなかった。歳は最も若い方に属していたし、修行期間も短いので、そんな自信は少しもなかったのである。ただ、中沢師範の言った、こういう試合になるとみんなの気組みが違うから、必ず得るところがあると思う。 という言葉の暗示がいくらか分かるようには思った中沢師範は常に言った「武術の術とは無心になることである」「槍を持って持たず敵に槍あるを見ず元より技巧なく勝敗なし」「槍にこだわるな技巧を考えるな勝敗にとらわれるな」というのである 要するに、精神の純化、公用、自己投矢を眼目にせよ、という意味であるが、午前試合という晴れの行事に当面して、平成は引き離されていた、勝敗というものに、みんながうっかり引き戻された。そこで、勝敗を超越していた鷹之助が、帰って彼らに勝ったのではないか。およそ、 こんな風に彼は考えたのであった。だが、近田は実際に強い。紛れもなく、カズマの腕は群を抜いていた。少子間で三瞬と言われたそうであるが、それだけの細分があるのだろう。立ち会っても勝ち身のないことは、鷹之助にはほぼ明白であると思えた。おかしな男だ。 鷹之助は腑に落ちなかったが、近田の真正直な人柄には好意を感じた。刀、槍、弓、柔ら、馬、おのおの二人ずつが江戸へ行き、試合を終わって6月5日に帰国した。その年は梅雨が早く上がって、その後ずっと雨がなく、ひどい暑さが続いていた。 中沢道場では帰った二人を中心にささやかな祝いの宴を開いた。松川力も近田和馬もいい成績を挙げ、力は長門神から特に担当を貸しされた。これは五部門のうち、一人だけなので道場全体の名誉として祝ったのであった。祝宴は夜の八時頃に住んだ。その、 木とのことであるが、鍋屋の辻というところで、後ろから、峰村心蔵という青年に呼び止められた。心蔵も中沢門下で、鷹之助より2年ばかり先輩であり、年は23かし、もう家督をして、書院番を務めていた。近田があなたに決闘を申し込んでいます。お受けになるでしょうね。 峰村心蔵はそう言った。酒臭い息をしているので、鷹之助は相手が酔って冗談を言っているのだと思った。バカな、こんなことが冗談に言えますかと、心蔵は声を荒くした。あなたには思い当たることがあるはずだ。お受けになりますか、なりませんか私は受けません。 高野助は冷ややかに答えた。理由がわかっているのなら話してください。もし私に落ち度があれば、近田さんに謝罪します。しかし、決闘は断ると伝えてください。そうはいかないんだ。心臓は言った。忘れているのなら私が言うが、あなたは近田の面目を潰したんですよ。 先発試合の時に危険したのは、力を出してやりたかったからで、立ち会っていたら、勝ちは自分のものだったって、触れ回ったそうじゃありませんか。そんな馬鹿なこと馬鹿なことだって心臓は目を怒らせた。あなたには、これが馬鹿なことかもしれないが、力にとっては重大ですよ。 彼の面目は丸つぶれですからね。この解決をつけるには、二人が実際に立ち会って、勝負をはっきりさせるより他にないでしょう。一言を聞きますが、鷹之助は腹が立ってきた。彼は冷ややかに相手を見つめながら言った。その噂を近田さんは信じているのですね。 だから決闘を申し入れるわけですよ。わかりました。と、鷹之助は怒りを抑えながら言った。では、明日の朝六時に天神山の女坂の下で会うと伝えてください。買い添えを忘れないように頼みます。峰村心蔵の言葉を聞き流して、鷹之助は、 さっさとそこを立ち去った。翌日の朝、約束の時刻よりずっと早く、鷹之助は天神山のその場所へ行った。どうしてそこを選んだのか、自分でもよくわからなかった。人気のないところでと考えたとき、無意識に口へ出たのであるが、そこへ行ってみて、初めて忘れていたことを思い出した。 そうか。と彼はつぶやいた。いつかここで、久江と会ったんだな。一種の懐かしさが溢れてくるのを感じながら、彼は辺りを眺め回した。天神山は高さ二百尺ばかりで、全体が古い杉の森と雑木林で覆われている。そこは城下町の東と北を囲っている。 丘陵の東の端にあたり、斜め右の北の端には城があった。そのために鍵型になっている丘陵の角のところを切り通しで区切ってあるが、元はずっとおか続きで、現在天神山と呼ばれるところは本城の出丸だったと伝えられている。頂上には今天満宮の小さな祠しか残っていない。 二百年以上も前に城が築かれる時本社は城郭の中へ移されたのだそうでこちらはその後をとどめるだけになり正面の石段道はすっかり荒廃して用をなさない女坂というのは丘の端にあり草林の中をゆるく右曲して登る参道であるが近年はほとんど参詣するものがないので これまた、石段道と同じように荒れ果てていた。女坂の登り口は、道から二段ばかり高くなっていて、南面して立つと、下の松林の向こうに広がっている城下町と、町の中央を流れている坪井川と、そうして城の天守閣や櫓や、藩校の別殿の屋根などが眺められた。 鷹之助は何かに驚いたように目をそばめた。そこはかなり広い草原になっているが、その向こうの雑木林の中に華やかな花が咲いているのを認めたのである。どこかで見覚えのある花だった。朱色に木を混ぜたような鮮やかな色で、他の何かの木に絡まって群をなして咲いていた。 薄く霧の残っている早朝の青ずんだ光の中で、そこだけ夜が明けたように明るく華やいで見えた。何の花だったろう。鷹之助は口の中でつぶやいた。確かにどこかで見たことがある。華やかな色でいながら、わびしげで、しんとして、もの悲しげで。そこで彼はって、 と振り返った。道をこちらへ近田一馬の登ってくるのが見えた5それから2年余りの月日がたった今その女坂の下の雑木林に向かって鷹之助と久江が寄り添って立っている季節は2年前のその日よりふた月ばかり遅い秋8月の中旬 曇った日の黄昏で、夕萌屋に包まれた雑木林の中に、ぼーっと霞みながら明るく、あの、納禅カズラが咲いている。花はもう終わりに近いと見えて、咲いている数は少なく、それだけに余計に裏寂しく、哀れげに見えた。あなたって、良い方だわ、と言った。そんな風に言われて怒らないなんて。 私ならその場で、峰村っていう人を殴ってやるのに。高様、よく我慢をなすったのね。私だって殴って済むことなら殴るよ。高之助はじっと花を眺めながら言った。でも、誤解だということは、見当がついたからね。本人に会って話せばわかると思ったし、実際その通りだったんだから。悪いのはその、 峰という人でしょ。いや本人だったのさあらいやだそう言いながら被災は手を伸ばして鷹之助の着物の袖口のほつれている糸を指に絡ませた私が棄権したおかげで江戸へ行けるって私に礼を言ったことは話したろ彼は同じことを松川力に話したんだ 鷹之助はゆっくりと言った。聞いた松川は、また近田の謙遜に感心して、ある知人にその話をした。するとそれが次々に伝わってゆくうちに、私が勝ちを譲ってやったと言っているかのように変わってしまったんだね。まあ、失礼な。それじゃあその人自身の罪じゃありませんか。よくあることなんだよ。 鷹之助はそっと苦笑した。近田和馬の並行した顔が思い出された。駆けつけてきた彼は真っ赤な顔を汗だらけにしてそばへ来るなり再敬礼をした。両手を膝の下まで滑らせ、体を二つに折るようにして二度も三度も頭を下げた。松川さんに言われて気がつきました。 私の間違いです。どうか勘弁してください。汗だらけの丸い顔でべそをかいて目がキラキラ涙で光っていた。峰村たち数人、近田の周囲の者がその風評を怒って彼に告げ、はっきり肩をつけろと言って聞かなかった。相手が上代画廊の子だから黙っていると思われては。 近ばかりでなく自分たちみんなの面目に関わるこう言われたそうである結局鷹之助の身分と選抜試合の意外な成績とが一部の人たちの反感と嫉妬を買いそれが事をあらぬ方へと歪めたようであったもしもあなたが決闘をお受けになったとしたらこう考えると全く 然とします私は今自分の愚かさよりもあなたの忍耐強さと寛容が繊望に絶えません。そして一馬は一層顔を赤くしながら自分は謝罪するよりむしろ尊敬を捧げたいという意味のことを言った「タカ様はやっぱりご城大画廊に生まれついているのね」と被災が ほつれた糸を指でくるくる絡みながら、鷹之助の顔を見た。でも、どうして今、二年も前のこと、急に話し出したりなさいますのそうなんだ。そのことは、どっちでもいいんだ。と、鷹之助は振り返った。私が言いたかったのは、その時。つまり、近田が、 向こうのお坂を登ってくるのを見たとき、初めてあの花が老人鍛冶屋だということに気がついたんだ。被災は、まあ、と声を上げ、指に絡んだ糸を強くたぐった。近田との問答はもう上の空だった。チャエはあの時言ったね。どうしてここで、 会うようにしたか、それも考えてはくれないって。あれは春だったろ。三月の中旬でしたわね。私にわかるわけがないじゃないか。だって、それがわかったんだよ、ちゃえ。鷹之助は被災を見た。その時の気持ちをどう表現したらいいか。 彼にはわからない。しかし、その必要もなかった。何を言わなくとも、その時、鷹之助がどう感じたかということは、久災にはよくわかるのであった。それで、手紙を下すったのね。随分勇気が必要だったよ。夢のようでしたわ。と久災は彼にもたれかかった。もう、 一生お目にかかれないと思っていたんですもの。まるで夢のような気持ちですぐにここへ飛んできましたわ。嬉しかったよ。二年前の六月十日でしたわね。こう言うと、被災は不意に鷹之助の手を取って、ぐいぐいと乱暴に林の中へ引っ張っていった。 鷹之助は危うくつまずきそうになり、よろめいた。林の中のその農前かずらの絡まっている木の下へ行くと、被災は彼に飛びかかり、両手を彼の首へ投げかけた。若い野獣のような激しい遠慮のない動作である。鷹之助は危うく踏み絶えながら、被災を抱いた。言うもやの濃くなってゆく。 静かな林の中で二人の荒々しい呼吸がもつれ合い、やがてひさが泣き始めた。あの時からどのくらいここでお会いしたかわからないわね。でも、そのたんびに泣くばかりでしたわ。ひさは抱かれたまま身もだえをする。こんなにあなたが好きなのに二人は一緒になれない。 どんなことをしたって、私、高様のお嫁になれないんですもの。あたし、いっそ、いっそも私、死んでしまいたいわ。それはもう、言わない約束だよ。高之助は、ひさえの背中をなでた。茶ャも、私も、一人っこの跡取りに生まれたのが不運なんだ。でも、一生、 忘れないよ。死ぬまでね。泣きながら久枝が言った。あなたはいつかよそからお嫁さんをおもらいになるわ。あたしもやがてはお婿さんをもらわなければならない。そう思うと胸がつぶれそうで息もできなくなるわ。でも、しょうがないわね。これがあたしたちの運なんですもの。 本当に愛し合っていればご夫婦になるばかりが全部じゃありませんわね。そしてまた激しく泣き言った。一生忘れないよ、茶へ。鷹之助は彼女に頬ずりをし、その耳へ囁いた。この世で本当に好きなのはお前だけだ。鷹様、鷹様。 被災のしゃがれ声はおえつのため喉に詰まった。二人は二年この方いつもこうであった。上代家老と商人という身分の差もあり、どちらも一人っ子の跡継ぎだから結婚の希望は全くなかった。しかしその事実がかえって二人を会うことに駆り立て、会えば嘆きの種になるのであった。 お互いに結婚しても、この花が咲く頃になったら、一年に一度でいいから、二人で会いましょうね。どんな無理をしてもね。はあ、高さま。と、ひさは、身をもだえる。でも、私苦しい。苦しくってたまりませんわ。高さま、どうにかならないんでしょうか。どうにかね、高さま。私胸が裂けそうよ。 六同じようなことがさらに一年以上も続いた二人は若いので諦める勇気もなかったがそのために無謀なことをするほど理性に欠けてもいなかったそれは二人の育ちと性質によるのだろうしかもやっぱり会わずにはいられないし会えば会った喜びに浸るよりも お互いの不運を嘆くことの方が多かった。生きている限り忘れまい。と、二人はいつも誓い合った。納禅カズラが咲いたら、一年に一度はここで会おう。だが、鷹之助が二十歳、被災が十八になった年の十一月に、二人は結婚した。 全く絶望していた結婚が実現したのは、五十嵐の富の奔走によるものであった。富は二人の関係をよく知っていたし、絶えず密かに注意の目を離さなかった。幼い自分、好きな友達を鷹之助の嫁に義していた戯れが、そのまま現実に役立ったという形である。 彼女は、滝口家と津の国屋等を自分で解き伏せた。それには時間もかかったし、随分誇張した言葉も使ったらしい。しまいには私、し、二人は心中するかもしれない、とも言ったわ。後で苦心談を語ったとき、富はこう言って、首をすくめたものである。難色を示したのは、 角の国屋の方であった。けれども、初めに生まれた子供を男女にかかわらず、津の国屋へやるということで、縁談がまとまり、次席画廊の島田玄馬が仲人になって、祝言の指揮が挙げられた。結婚生活は平安に続いた。三年四日、人目を忍んで会う間に、 知るべきものはお互いによく知り、火のような激しい情熱も味わった。従って他の人たちのような新婚の喜びはなかったが、もっと静かで密接な理解と愛情とが二人の生活を温かに包んだ。いつもチャは会うたびに泣いたね。あの涙が神に通じたのかもしれないよ。 でも、もしかすると、と被災は言った。前の世から、こうなる約束だったかもしれませんわ。そうでなければ、いくら富さんが骨を折ったって、こんなにうまくまとまるはずがありませんもの。私きっと、そうなんだろうと思いますわ。どっちにしても、と高之助が言った。今のこの気持ちを、忘れないようにしようね。 世間の人たちとは違って、この世では到底一緒になれないものだと諦めていたんだからね。あたし、いい奥様になりますわ。二人は神の前に出たような謙虚な気持ちで心からそう語り合うのであった。被災には覚えなければならないことが、 たくさんあった。商家と武家との生活様式の差も少なくない。髪形、着付け、化粧、気居動作から言葉遣いまで違う。食事の仕方、客の接待、あらゆるさまつな点に武家の作法がついて回る。まして、上代画廊という格式があるため、細かいところに 絶えず神経を使わなくてはならなかった。半年ほど経つうちに、被災は目に見えて痩せた。あたし今日、お父様に笑われてしまったわ。二人だけになると砕けた言葉でそっと言う。私っていうのが、どうしてもまだよく言えないでしょ。気をつければつけるほど、舌がこわばっちゃって、 つい、わらくしって言ってしまったのよ。お父様はお笑いになったし、自分でも思わず、知らず笑っちゃいましたわ。わらくしか。ちゃえらしいな。しゃがれ声だから余計におかしいのね。だんだんになれるよ。無論、ひさえもその覚悟だった。そうして、生来の勝ち気な性分を発揮して、 ずいぶん辛抱強く努めた。被災は努力した。できる限りの力で努めた。それはおよそ二年余り続いたが、やがて疲れてきた。痩せた体は元のようにはならず、気分はいつも塞がれたように重く、そして絶えず不眠と神経過敏に悩まされた。 最も悪いことは自分の努力が誰にも夫にさえも理解されず砂地へ水をまくように無駄に消えてゆくと思われることであった。何のためにこんなことを繰り返しているのだろう。そういう疑いがしきりに起こり自分が哀れに思えて ひそかに泣き明かすようなことが多くなった。鷹之助はそれを知らなかったであろうか。彼は彼で同じように疲れていた。妻が努力していることはよくわかった。確かに被災はできる限り努めている。けれどもそれはともするとちぐはぐであり食い違っていることが多かった。 ひさえは、浮遊な商家の育ちだし、滝口は、武家の中でも、金券と評判の家風である。鷹之助自身は見ないふりもできるが、父の気持ちを無視することはできなかった。ことに父は、口に出しては何も言わないから、彼の負担は、一層重くなるのであった。 あらゆる恋物語がそうであるように、やがて二人にも衝突する時期がやってきた。もうたくさんです。あたしはあたして好きなようにします。被災はついにそう叫んだ。いいだろう。と鷹之助も言った。こっちもこれからは遠慮なくやるよ。くどく記す必要はないだろう。 被災はしばしば実家へ帰り、そのたびにナコードの島田現場に連れられて戻った。三度四度まではそれで収まった。けれども五度目にはそうはいかなかった。被災は体を悪くしているから、しばらくこちらで養生をさせることにしたい。津の国屋からそう言ってきた。 滝口では承知の胸を答えた。それは二人が結婚してから三年目の四月、池垣に呉の花の白く咲き始めた頃のことであった。七、その年の五月には藩主長戸神近久,久が帰国し、鷹之助は部屋住みから近所版に挙げられた。 これは間もなく父の後を継ぐので藩主の側近になれるためと、やがて城代画廊として事を取る下準備の意味とがあり、自分の鑑識で補佐役を選ぶことができる。鷹之助はまず近田和馬を選び、和馬の信言で泉十次郎というものを選んだ。泉は五十国余りの勝ち組の子で、 年はまだ十九歳であったが、半校名校館では、秀才と言われ、将来を嘱望されている青年だった。生活がすっかり変わり、多忙な日が多忙な日に続いた。八月になった、ある日のこと、長戸神はわずかな友を連れて、遠乗りに出た。鷹之助も友の中に加わっていた。 午前十時に城を出た一行は、つぼい川に沿って両境まで下り、小島郷の宝泉寺という寺で昼の弁当を使った。そこで半時ほど休み、西へ回って山越しに帰乗したのであるが、宝泉寺で弁当を使った時から、鷹之助の顔色がひどく変わった。どうかなさいましたか 二度ばかり、近田和馬が馬を寄せてきて聞いた。鷹之助は黙って首を振った。顔色が大変悪いようですが、馬をお返しになってはいかがですかいや、と鷹之助はまた首を振った。心配はいりません。大丈夫です。そして苦痛を忍ぶかのように唇を歪めた。城へ帰るとすぐ、 友をした者に下城の許しが出た。鷹之助は誰よりも早く退出したが、そのまま家へは帰らず、天神山の女坂の下へと回っていった。宝泉寺の庭で彼は農禅かずらの咲いているのを見たのである。秋の真昼の明るい光の中で、その花は華やかな色のままで、 深い嘆きを訴えているように見えた。老人家事屋。鷹之助は胸を裂かれるように思った。茶え。心の中で叫び続けた。女坂の下の草原へ登って行くと、雑木林の中にその花が見えた。再び胸が激しく痛み出した。なんということだ。 林の方へ近寄って行きながら、鷹之助はうめきのように呟いた。いろいろな思いが胸いっぱいに突き上げてきた。久江と会った日々、人目を忍んで会って抱き合って泣いた日々のことが、手で触れるほど鮮やかに思い出された。二人はこの世では結婚できないはずであった。 そんなにも深く激しく愛し合っているのに、到底一緒になる望みはなかった。あたし、いっそ死んでしまいたいわ。被災は身もだえをして泣いた。本当に愛し合っていれば、結婚するだけが全部ではない。そう言いながらすぐにまた、でも、どうにかならないだろうか、と訴え、息が止まりそうに苦しい。 と叫んだ「二人はそれぞれ別の相手と結婚するだろうしかしお互いに死ぬまで忘れまい一年に一度納禅かずらの咲く時にはここで会おうどんな無理をしてでもそう誓い合ったものだ」「ああ」と鷹之助は苦悶の声を上げた「俺の耳にはまだ あの時の声が残っているのに、この方にはまだ、久災の濡れた方の温かさが残っているのに、それなのに、俺たちは何という馬鹿なことをしたんだ。結婚ができないと思っていた時は、二人とも身も世もなく辛かった。もしも結婚ができるとしたら、どんな代償もいとわなかったであろう。だが、 二人は結婚することができた。すっかり絶望していた夢が実現し、二人は妻と呼び、夫と呼ばれるようになった。そして、不平が始まったのだ。結婚できなかったとしたら、せいぜい年に一度、一目を避けて会うだけだったろう。それもうまく会えるかどうかわからないし、会えば会うほど、 互いの嘆きを深くするだけだったに違いない。なんという馬鹿なことだ。彼はそうつぶやきながら林の中へと入っていった。なんという馬鹿な。突然彼は立ち止まった。そこに見えない壁でもあって突き当たったような止まり方であった。彼は大きく目を見張り、ああ、と口を開いた。 何か叫びかけて声が喉に詰まったように見えた。脳禅かずらの絡まっている木の脇に、被災が立っていた。黒っぽい地味な柄の一枝に、見覚えのある墨絵の帯を締め、片手に畳んだ日傘を持っていた。かなり肉づいて見える方が、さっと青ざめ、半ば空いている唇から、 白い綺麗な歯が覗いた。こんにちは。被災は笑いながら頭を下げた。唇の両端が切れ上がり目が糸のように細くなった。そしてゆっくり近づいてきながら言った。やっぱり来てくだすったわね。あの懐かしいしゃがれ声であった。しかし被災の笑い顔は そのままくしゃんと歪み、よろめいたと思うと、持っていた日傘を落としながら、全身で彼にしがみついた。そして、高之助がもろ手で抱き止めると、彼の胸へ頬をすりつけ、彼の腕に爪を立てながら、しゃがれた声で激しく泣き出した。ちゃえ。彼は力いっぱい抱きしめ、乱暴に揺すり上げながら、 ひさえの耳に囁ささいた。謝るよ、ちゃえ。私が悪かった。勘弁しておくれ。あなた。ひさえが叫んだ。私、待っていましたのよ。毎日。あなたが来てくださるかと思って、この花が咲き出してから、毎日、毎日。雨の日にもここへ来て、待っていましたのよ。でも、 あなたは来てくださらない。花が盛りになり、盛りを過ぎ、もう残り少なになっても、それでもあなたは来てくださらない。もうダメ。あなたはもう被災のことなんかお忘れになったのだ。そう思いながら、やっぱり諦めきれずにここへ来て待っていましたのよ、あなた。もっといい。 いくらでも多い。でも私を勘弁しておくれおっしゃらないで被災は身をもだえた私の聞きたいのは帰ってこいというお言葉だけよお願いですわあなた勘認してやるとおっしゃってたとえチャイが嫌だと言っても私はチャイを連れて帰るよ そして今度こそ。あなた。ひさえは両手を彼の首に投げかけた。たく合わされた二人の唇の間からひさえのうめくような泣き声が漏れた。